7角野家は町でも知られた旧家だものですから、蔵の2階には先祖以来の様々の古めかしい品々がまるで骨董屋の店先のように並んでいるのでございます。3方の壁には今申す二塗りの長持ちがずらりと並び、一方の隅には昔風の縦に長い本箱が5つ6つ、その上には本箱に入りきらぬ 木拍子、青拍子が、虫の食った背中を見せて、誇りまみれに積み重ねてあります。棚の上には、古びた軸物の箱だとか、大きな門のついた両掛け、つずらの類、古めかしい陶器類、それらに混じって、異様に目を引きますのは、おはぐろの道具だという、巨大なお椀のような塗り物、塗りだ類、それには皆、 年数が経って赤くなってはいますけれど、いちいち金門が薪絵になっているのでございます。それから一番不気味なのは、階段を上がったすぐのところに、まるで生きた人間のように鎧びつの上に腰掛けている二つの飾り具足。一つは黒糸おどしのいかめしいので、もう一つはあれが火おどしと申すのでしょうか。黒ずんでところどころ糸が切れてはいましたけれど、 それが昔は火のように燃えてさぞかし立派なものだったのでございましょう。兜ともちゃんといただいて、それに鼻から下を覆うあの恐ろしい鉄の面までも揃っているのでございます。昼でも薄暗い蔵の中でそれをじっと見ていますと、今にも小手すねあてが動き出して、ちょうど頭の上にかけてある大身の槍を取るかとも思われ、 いきなりキャッと叫んで逃げ出したい気持ちさえいたすのでございます。小さな窓から金網を越して淡い秋の光が差してはいますけれど、その窓があまりに小さいため、蔵の中は墨の方になると夜のように暗く、そこに薪枝だとか金具だとかというものだけが地味猛猟の目のように怪しく鈍く光っているのでございます。 その中で、あのき流の妄想を思い出しでもしようものなら、女の身で、どうまあ辛抱ができましょう。その怖さ恐ろしさを、やっとこらえて、ともかくも長持ちを開くことができましたのは、やっぱり、恋という癖物の,の強い力でございましょうね。まさかそんなことが、と思いながら、でもなんとなく薄気味悪くて、一つ一つ、 長持ちの蓋を開くときには、体中から冷たいものがにじみ出し、はっと息も止まる思いでございました。ところが、その蓋を持ち上げて、まるで顔桶の中でも覗く気で、思い切ってぐっと首を入れてみますと、予期していました通り、あるいは予期に反して、どれもこれも古めかしい衣類だとか、ヤグ、美しい文庫類などが入っているばかりで、 何の疑わしいものも出ては来ないのでございます。でも、あの決まったように聞こえてきた、蓋の閉まる音、錠前の降りる音は、一体何を意味するのでありましょう。おかしいおかしいと思いながら、ふと目に留まったのは、最後に開いた長持ちの中に、いくつかの白木の箱が積み重なっていて、その表に、ゆかしいお家流で、お雛様だとか、 五人林だとか三人城五だとか書き記してあるひな人形の箱でございました。私はどこにも怪しいものがいないことを確かめていくらか安心していたのでもありましょう。その際ながら女らしい好奇心からふとそれらの箱を開けてみる気になりました。一つ一つ外に取り出して、これがおひな様、ま、これが左近の桜、 ウコンの立花と見ていくに従って、そこに小脳の匂いと一緒に、なんとも古めかしく物懐かしい気持ちが漂って、昔物のきめの細やかな人形の肌がいつとなく私を夢の国へ誘っていくのでございました。私はそうしてしばらくの間はひな人形で夢中になっていましたが、やがてふと気がつきますと、長持ちの一方の側に、 他のとは違って、三尺以上もあるような長方形の白木の箱が、さも貴重品といった感じで置かれてあるのでございます。その表には、同じくお家流で、廃料と記されてあります。なんであろうと、そっと取り出して、それを開いて中のものを一目見ますと、はっと何かの気に打たれて、私は思わず顔を背けたのでございます。 そして、その瞬間に、霊感というのは、ああした場合を申すのでございましょうね。数日来の疑いが、もう、すっかり、溶けてしまったのでございます。8。それほど私を驚かせたものが、ただ一個の人形に過ぎなかったと申せば、あなたはきっと、なんだ、とお笑いなさるかもしれません。ですが、 それはあなたがまだ本当の人形というものを昔の人形師の名人が精魂を尽くしてこしらえ上げた芸術品をご存じないからでございます。あなたはもしや博物館の片隅などでふと古めかしい人形に出会ってそのあまりの生々しさに何とも知れぬ旋律をお感じなすったことはないでしょうか。それが もし、おなご人形やちご人形であったときには、それの持つ、この世の他の夢のような魅力にびっくりなすったことはないでしょうか。あなたは、お土産人形と言われるものの不思議な凄みをご存知でいらっしゃいましょうか。あるいは、また、大関修道の盛んでございました自分、好き者たちが、馴染みの色若衆の似顔人形を刻ませて、日夜愛舞したという、あの、 期待な事実をご存知でいらっしゃいましょうか。い,いえ、そのような遠いことを申さずとも、例えば、文楽の浄瑠璃人形にまつわる不思議な伝説、近代の名人安本亀八の生き人形などをご承知でございましたなら、私がその時、ただ一個の人形を見て、あのように驚いた心持ちを十分お察しくださることができると存じます。私が、 長持ちの中で見つけました人形は、後になって、角野のお父様にそっとお尋ねして知ったのでございますが、殿様から配慮の品とかで、安静の頃の名人形師、立木と申す人の作と申すことでございます。俗に、京人形と呼ばれておりますけれど、実は、浮世人形とやら言うものなそうで、身の丈三尺余り、実際ばかりの小児の大きさで、 手足も完全にでき、頭には昔風の島田を結い、昔染めの大柄友禅が着せてあるのでございます。これも後に伺ったのですけれど、それが立木という人形師の作風なのだそうで、そんな昔の出来にもかかわらず、その女子人形は不思議と近代的な顔をしているのでございます。真っ赤に充血して何かを求めているような、 厚みのある唇。唇の両脇で二段になった包鏡。物言いたげにパッチリ開いた二重まぶた。その上に応用に微笑んでいる濃い眉。そして何よりも不思議なのは、歯舞台で紅綿を包んだようにほんのりと色づいている微妙な耳の魅力でございました。その華やかな情欲的な顔が、 時代のために幾分色が合わせて、唇の他は妙に青ざめ、手垢がついたものか、滑らかな肌がぬめぬめと汗ばんで、それゆえに、一層悩ましく、生めかしく見えるのでございます。薄暗く、性能臭い土蔵の中で、その人形を見ましたときには、ふっくらと格好よく膨らんだ父のあたりが、呼吸をして、今にも、 唇がほころびそうで、そのあまりの生々しさに、私ははっと身震いを感じたほどでありました。まあ、なんということでございましょう。私の夫は、冷たい人形を恋していたのでございます。この人形の不思議な魅力を見ましては、もうその他に謎の時用はありません。人嫌いな夫の性質、蔵の中のむつごと、 長持ちの蓋の閉まる音、姿を見せぬ相手の女、いろいろの点を考え合わせて、その女と申すのは、実はこの人形であったと解釈するほかはないのでございます。これは、後になって二三の方から伺ったことを寄せ集めて想像しているのでございますが、角野は生まれながらに夢見がちな不思議な性癖を持っていて、 人間の女を恋する前に、ふとしたことから、長持ちの中の人形を発見して、それの持つ強い魅力に、魂を奪われてしまったのでございましょう。あの人は、ずっと最初から、蔵の中で本など読んではいなかったのでございます。ある方から伺いますと、人間が人形とか仏像とかに恋した試しは、昔から決して少なくはないと申します。 不幸にも私の夫がそうした男で、さらに不幸なことには、その夫のうちには、偶然、機代の名作人形が保存されていたのでございます。人でなしの恋。この世の他の恋でございます。そのような恋をする者は、一方では、生きた人間では味わうことのできない悪夢のような、あるいはまた、おとぎ話のような、 不思議な陥落に魂を痺らせながら、しかしまた一方では絶え間なき罪の葛飾に責められて、どうかしてその地獄を逃れたいと焦りもがくのでございます。角野が私をめとったのも、無我夢中に私を愛しようと努めたのも、皆、その儚い苦悶の後に過ぎぬのではございませんか。そう思えば、あの六つごとの、 強固にすまぬうんぬんという言葉の意味も溶けてくるのでございます。夫が人形のために女の声色を使っていたことも疑う余地はありません。あ、はあ、私は何という月日のもとに生まれた女でございましょう。